最近ますます寒くなってきたね。天気予報によると今日は初雪が降るみたい。そういえば私の誕生日は毎年雪が降るんだよね。はあ、みんなと一緒に雪合戦してた頃が懐かしいな。いろいろあったからなんだか長い間みんなで集まってなかった気がする。思い立ったが吉日っていうし、今日は一緒にご飯を食べよう。私が作ってあげるから。小さい頃、冬になるとパパは暖炉にお鍋を置いて、その中にチーズをたくさん入れてたの。ご飯の時は何でもチーズを絡めて食べてたな。パパはそれをカスラナの生きる道って言ってた。よくわからないけど、チーズに包まれた食べ物はあったかくていい匂いがして美味しくて忘れられない味だったよ。雪の降る夜にみんなでフォンデュを囲んでグツグツしたチーズを眺めたら、きっと最高だろうな。学園長の好きなゴーヤ、ロザリアの好きなチェリーパイ、それから委員長がよく作ってくれる餃子もチーズを絡めたらより美味しくなると思うんだ。食材は私が用意しておくね。館長は何が好き？遠慮はいらないから何でも教えて。待ってるから。キアナ、追伸、風邪をひかないようにちゃんと着込んできてよね。